クイックデッドは日本東京都出身のパンクロックバンド。2006年にアメリカのサンディエゴとカナダのバンクーバーに住んでいたノリとライブハウスでよく顔を合わせていたカナダと日本の血が混ざってるオットスーキックとのみ仲間であったレンタの3人が意気統合して結成。結成はしたものの約2年ほどひたすら曲制作に没頭しマイペースに スタジオに入るもライブは一度もすることはなかった。その後、マンを持たして、ライブを始めてからは 90S の西海岸パンク直径のメロディと MC のゆるさが話題を呼び、数々のイベントに参加。サーフィンやスケートボードの DVD に楽曲を提供もしている。数回のメンバーチェンジを経て、シュンとポンスケが加入し今のメンバーになる。楽曲のすべてを オットスーキックが作曲、ノリが作詞をしている。2010年から本格的に指導し始める。2月に埼玉県の M、S ランプでのスケートボードの大会でワンマンライブを決行。3月には初の海外ツアーを韓国にて行う。5月から6月に関東ショートツアーを成功させる。夏以降、活動地域を日本全国にし大阪、名古屋、 福岡など主要都市でもツアーをしてその名を定着させる。10月にスラッシャーナイトに参加。12月にパンクスライドツアーフィナールに参加。2011年に入りそのままの勢いで日本各地を遠征。6月にガターマウスとユースレス ID、ユースレス ID と共演。11月に JET マーケットとショートツアーを行う。同月、オーソリティゼロのツアーファイナルに、 日本人最後のバンドとして出演。12月にキックロックミュージックの VA パンクロックサウンドトラックボリューム9に唯一ホームページのないバンドとして参加。2012年2月にガターマウスとザストライカーズとツアーに参加。3月にストラングアウトとアンリトゥンローと共演。10月ユニオンウェフェスにて MXPX アリスターと共演。同月オピエ。 オーティスの単独ツアーに参加。12月ユースレス ID、バーサスザワールドのジャパンツアーに参加。この時ユースレス ID のギターイシェが、オットスーキックステッカーをギターに貼る。現在も貼ったまま。2013年自身で、コールメパパレコーズを設立。同年、1月23日ファーストミニアルバム、ザダミーデューズリリース。同ツアーのファイナルを4月20日に発売オールで企画し、 ソールドアウト渋事終了。翌月から今までのペースと変わることなく全国を回り、10月にアパレルブランドシードレスのパーティーに参加。11月にユースレスアイリー、インプランツ、ザディクライン、キルザドライブのジャパンツアーに参加。2014年2月仲間のトゥークローズ・トゥーシート、スプリットをコールメパパレ・コーズからリリース。5月にツアーファイナルを池袋・キングス・東京にて、 ソールドアウトブ事終了。7月についに、ホームページを作成。その後も休むことなく、全国をツアーして回り、11月スケートブランドスカル、スケイツの 20th アニバーサリージャパンツアーに参加。2015年3月ブーデューグロースカルズのジャパンツアーに参加。9月に、自身の企画ドロップザワールドボリューム4を企画。海外から、ユースレスアイリー。 バーサスザワールドを招き、国内は、SMN、スカラッパー、2、クローズ 2C で開催した。その後、ユースレス ID のジャパンツアーに帯同。ザ・ディクライン、バーサスザワールドのジャパンツアーにも参加。2016年3月の58オール、サタニックサーファーズのジャパンツアーの東京、神戸に参加。4月にウスト、ホーソーンハイツのジャパンツアーに参加。 5月にストラングアウト、A、ウィルヘルム・スクリーム、ノット・オーエヌツアーのジャパンツアーに参加。6月に2度目の富山、甲州、ソウルの韓国ツアーを行う。10月にフレンザル・ロンブと、ユースレス・アイディのジャパンツアーに参加。2017年2月22日に、廃盤のためにオークションなどで高額で取引されていた、ファーストミニアルバムザ・ダミー・デューズをリマスタリングして、 さらに一曲を追加して再リリース。3月にカウンターリセットを日本に招き共にツアーを行う。4月にファットレック構図のドキュメンタリー映画 AFAT レックの記念イベントインザピットに出演。同月、ストラングアウトのボーカリスト、ジェイソン・クルーズのジャパンツアーに参加。5月にスケートブランドスカルスケーツのパーティーを主催。同月、 ティーンエイジボトルロケットのジャパンツアーに参加すると同時に同バンドのトリビュートアルバムに参加6月にテンフットポールのジャパンツアーの東名阪に参加8月から9月にかけてユースレス ID と10日間にわたりツアーを行う9月コールメパパレコーズから1138へのレーベル遺跡を発表2018年3月14日にセカンドミニアルバム ザウ e イツーファンハウス u s e を1138よりリリース。4月から6月にかけて15ヶ所のツアーを行う。6月ツアーファイナルを下北沢シェルターにてソールドアウトして無事に終了。9月19日にサードミニアルバム、Howard Ever Happens を1138よりリリース。11月ストラングアウトと3日間ユースレス ID、Useless ID&Spit と10日間のツアーを行う。 2019年3月のロングビーチラブ、オールスターズのジャパンツアーに参加。5月にスカルスケーツのパーティーを主催。同月にチックスディジット、バックオー、ナインレフトアローンのジャパンツアーに参加。8月にザ・ディザスター・ポインツとの共同企画、チック・ザ・ワールド・ボリューム1を開催。無事にソールド・アウト。10月にブラック・フラッグ。 フレンザルロンブノーファン AT オールのジャパンツアーに参加。そのままノーファン AT オールと10日間のツアーを行う。11月にティーンエイジボトルロケットのジャパンツアーに参加。ドクターのカズマが脱退。12月にドクターにポンスケ加入。2020年2月ユースレス ID とサタニックサーファーズのジャパンツアーに参加。ありがとうございます。